ということで4回目、はい、始めさせていただきたいと思います。お願いします。私実は臨済宗のお寺でですね修行しまして、まあ、この足のまさにちょっと笑い話ですけどちょっと結核座と、なかなかできる人いないんですこれね、なかなかできる人いないらしいですね。ちょっと雑談ですけど、まあ、半角座っていう ね、この片っぽの足をこう外してこうやるっていうのがね主流ですけど、私もそれしかできないんで、いや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 、やっぱねこれね毎日やってまあちょっと雑談にちょっとなっちゃうんですけど、まあ、雑談もねちょっとこれ入れながらもしゃべられないと思う。ちょっとねちょっとあんまりね気使ったような話ばかりしてるとちょっとまあ結核座でこう雑談をするのもねちょっと不審議かもしれないんですけど、斬新だと思いますけど、そうあぐらを書いてないでね結核座を書いてるという、でなんですけどこの般若心経ってあるじゃないですか、はい、でみんなねこれ言われるんです、ただ般若心経読んでんねんけどこれどういう意味やのかで、門前の小僧習わぬ経を読むと、まあ、こういうことわざがあって、うん、まあ要は黙って読んでりゃ、まあ、救いになると、まあ、よく禅宗なんかは勝つという言葉で全てくくられて、うん、私なんかもよく勝つって言われてですねはっと気づくところもあるんですけど、はいはいはい、よく言われるのはこのお葬式に行った時とかお法事に行った時とかお通夜に行った時に読んでおられるお経の意味がわからないと、うんうん、実はそのお経の意味を知りたいんだけど意味がわからないと、まあ、こういう話も結構あるんですけど、はい、カモさんやっぱそういう話って聞かれたりとかするんですか？お経本持ってきて檀家さんこの間お参りに行った人なんですけど、うん、ここの順番で今地蔵本をその檀家さんやってるみたいでして、はい、うん、で檀家さんが地蔵さんに対してお経を子供たちと一緒に唱えるんですけど、うん、このお経とこのお経で縁会なみたいなの結構聞かれたんですよ。はい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 、で、あこっちはねこういう意味なので、であとこっちはこういう意味なんで、あその順番で大丈夫ですよっていう話をしたんですけど、うん、いやそういうのって聞くとこないよねってめっちゃ言われたんです。そうなんですよでお地蔵さんってそもそも何って聞かれたら、実はお地蔵さんは化身なんですよね。まあそのお地蔵様が実は、まあ、仏様の化身であって、はい、実は同一人物であるということだと思うんですけど、それを知ってる人って実はすごく少なくて、少ないです。でも子供にお地蔵さん参ろうよって言ってる、うん、手合わせようよって言ってるおじいちゃんおばあちゃんもいる。あ、いますいます。で子供もいると。で我々ねこれすごく思うのは、すごくそういうなんていうかな教えというかやってるこの習慣、日本人としてやってる習慣というところと、この教えっていうところがですね、なぜそうなのかっていうところがすごくまたこれ離れてるような気がするんですよね。これって川村さんどういう感覚をお持ちです？いやまさにそうでして、私も神社に行った時に、うん、まあ、友達と神社に初詣に昨年ですかね、うん、なんですけども、うん、その時に、うん、あこの手で今洗ったでしょと、うん、この洗う行為ってなんで洗うんか分かるっていう話をして、あであこれ多分家に入る時と一緒で多分手洗ってきれいにするからでしょと、なんできれいにせんといけんのって言ったら、うん、まあ、多分道歩いてきて汚いからみたいな、まあ、そうなんですよね。それもあるんだけどねっていうところの本質はやっぱり、うん、そうなんですよ、抜けちゃってるのかなって気はなんですよ、はい、伊勢神宮にねその話を実は答えがあって、はい、伊勢神宮には御手洗川っていうね、手を洗う川があってそうですね、っていうね、はい、でそれはイザナギイザナミの話で、それが払い言葉にも実はつながってると、そうですね、こういう話があるんですけど、じゃあそれをみんな知ってて、お祓いに行ってる人たち、これ神社にどれだけいるのっていうと、どうですかね、なんかやっぱり玉串もらったけど なんでこれどうやってやったらいいのかっていうのをアナウンサーみたいな方が言ってくれるから、とりあえず回したけどみたいな。そうなんですよ、こうやってなんかこうやって渡したみたいな、とりあえず回したけどみたいなあるじゃないですか。すごくね、なんかもったいない、もったいないと思います、はい、で、まあ、川村さん実は神道のことも非常に今神道検定とか受けられて、こうね、勉強なされてると。で実は日本ってもともとはすごく長い時代神仏は実は一緒だったと。あそうですね、神仏でこれを知らないっていう人も非常に多いんですよ。多いです。そう、神社